アスナだ。ティーカップをたくさんお盆に乗せて重そうだな。手伝おう。あ、キリト君。よう、アスナ。そのお茶のセットをどこに運ぶんだ？俺が持つよ。大丈夫だよ、すぐそこだから。今みんなで緊急会議中なの。緊急会議？そうなの。対策本部にとって大事なことを話しているのよ。大事なこと？魔女やカラントのことで何かあったのか？そうじゃないんだけど。そうだ、キリト君も参加してくれないかしら。一緒に話した方がいいと思うの。俺も？じゃあ一緒に行くけど。うん、お願い。お茶のカップをもう一つ出さなきゃね。あ、お兄ちゃん。あら、キリトも来たの？キリトまでがこの話し合いに参加する意義があるのでしょうか？いいじゃない、三人寄れば文殊の知恵って言うし、人の数が多ければ多いほどいい案が出るかもしれないわよ。はい、私もキリトさんの意見は聞いてみたいです。まずみんなこの会議で何を話していたんだ？実はね、ちょっと対策本部に危機というか困ったことがあって。困ったこと？あのね、対策本部が市民から近寄りがたいと思われてるんじゃないかって話が出てるの。近寄りがたいかな？別に普通じゃないか。普通？いきなり町にテントじゃなくて天幕が設置されたら一体何なのかって疑わない？まあ言われてみれば、新しい施設が町にいきなりできたらどんなところかとは思うよな。少なくとも市民はカセドラルシダーが生えたことについては不安を感じているわよね。確かにカセドラルシダーの存在は明らかな非日常で、人々を脅かしていると言えます。そしてこれまで神の使者だと思われていた聖豪騎士が町に出たりすることが増えたのです。そのことに戸惑いを感じる人々が出るのは必然と言えましょう。確かに聖豪騎士ってすごい雰囲気だもんな。アリスと初めて対面した時とか、いつ切られるかと思ったよ。私はそれほど怖くありません。あの時はお前を罪人として連行する義務があったためです。ちょっと話がそれてるわよ、二人とも。リーバちゃんが実際に対策本部を怖がってる人を見たんだよね。うん。そんな人がいたのか？そうなの。10歳ぐらいの子供だったんだけどね、1週間ぐらい前かな、私が対策本部の天幕から出てきた時に、天幕の前にその子がいて、何かに怯えた感じだったんだ。どうしたのって聞いたら、そのまま泣きながら逃げちゃって。リーファが怖がらせたんじゃない？何度かそれ考えました。私怖がらせちゃったのかな？それはないと思うよ。リーファちゃんは見るからに優しそうだし。そうですかね。私も子供がリーファを怖がるとは思いません。その時はどのような服装で歩いていたのですか？はい、街で売っているお洋服を着て、ちょっと楽な格好をしてました。アンダーワールドの女の子にしか見えない格好だったってことか。うん、そんな感じ。それだったら怖がらせちゃったっていうのは無理があるか。もしその子供が近隣で魔獣を発見し、対策本部に報告をしようとしていたのだとしたら、これは深刻な事態です。確かに対策本部を怖がって報告や救助要請をできない人がいたりするっていうのはまずいよな。ええ、市民からの情報提供は貴重ですし、より多くの魔獣を討伐するためにも、市民に対策本部を今以上に信頼してもらう必要があるのです。それでね、
私たち考えたの。そう、名付けて対策本部の印象向上委員会。印象向上委員会、つまり対策本部の親しみやすさをもっと強調してみんなに頼ってもらいやすいようにできたらと思っているの。それで何をやるかというとね、バザーじゃなくて事前市場を開催します。なるほど。確かに小売協会対策本部主催って名目がつけば親しみやすさは伝わるかもな。うん、それでさっきまでの話し合いで事前市場ではお菓子を出品することが決まってね。これからは何のお菓子を作るか決めようってことになってたの。へえ、それで会議を開いたのか。でもアリスまで参加してるのはちょっと意外かも。私はあくまでも騎士代表として市民が被害の声を上げづらいという現状を憂い参加しただけです。え、アリスさっきもたくさん案出してくれたじゃない。参加しておいて何も提案しないのは騎士の道義に背く振る舞いだからです。まあとりあえずお菓子を事前市場で出すんだけど、これから何を作って出すか決めたい、そういうことだな。うん、それで食いしん坊のキリト君がいてくれたら何かいい案が出るかなと思ったの。いや俺は食べるのは好きだけど提案とかそんな得意じゃないぞ。いきなりどうしたのよシリカ。そうです、私たちが出したいと思うお菓子を作ってみてキリトさんにどれがいいか味見してもらいましょうよ。え、なんでそうなる。なるほど、それは明暗ね。だってキリトほどの食い意地っぱりはいないから、その意見と味覚は確かじゃない。微妙にひどいこと言ってないかリズ。それもそうですよね、多数決を取っても結局割れちゃいそうですし。いや、多数決を取れば普通は最終的にどれかに絞れるんじゃないか。うん、それじゃキリトは誰のお菓子を選ぶのかしらね。おい、俺の話を聞いてくれ。この流れはなんだか嫌な予感しかしない。そんなことしても意味あるかな。所詮は俺の味覚だし。そうですね。そうだアリス、アリスならこんなことバカらしいって言って反対するだろう。大変有意義です。この中ではお前ほど食べ物に執着し、あらゆるものを食べ尽くそうと行動する者はいない。なんでだよ。いや、俺の好みで決めてもな。そうだよ、キリト君の好みだったら私が一番知ってるし反則になっちゃうんじゃないかな。あら、何がおかしいのかしらアリス。好みのものや食べ慣れたものが常に選ばれるというのはただの慢心に過ぎないのではないですか。それじゃあアリスは新しいものに自信があるということなのかしら。この緊迫した空気まずい。まあやっぱりキリトに作ったお菓子を食べてもらって決めた方が良さそうよね。確かに、そうすればはっきりするわ。お兄ちゃんの舌は確かだからな。やっぱりキリトさんの意見は貴重ですよ。ほら、みんなの心が一つになってきたわよ。間違った方向で一つになって、なんかものすごく既視感のある流れだ。でもこの場を収めるためには。分かった、俺でいいなら味見係になるよ。一番というか事前市場にふさわしいお菓子を選ぶな。よかった、それじゃお菓子作りを始めましょう。キリト君、できたよ。もう早いな。うん、
アンダーワールドの調理はなんだかんだ言って現実の料理より少し簡単だからね。なるほど、じゃあ行くか。やっぱりこの役回りは毎回緊張する。おお、どれもうまそうだ。みんなさすがだな。ふう、腕によりをかけました。なんだかこんなに料理頑張ったの久しぶりかもしれないわ。SAO の中で料理した時とはまた違って楽しかったな。ボタン操作じゃないっていうところに大きな違いがあるわよね。あれ、アリスどうしたのよ、黙っちゃって。何でもありません。そうならいいけど。よし、それじゃあ早速味見させてもらおうかな。これは生クリームの乗ったショートケーキ。アスナか。当たり、それは私が作ったお菓子だよ。やっぱりそっか。なんだかこの狂いなく綺麗な形のお菓子っていうのがアスナらしいなと思って。そう、食べてみてくれる？ああ。うまい、さすがアスナだ。それにこの味、なんか懐かしいような。あ、そうだ、これはトレンブリングショートケーキだ。第2層で食べた幸運バフが作っている代物。懐かしいでしょ、冒険を始めたばかりの頃2人で一緒に食べた味。ああ、でもどうやって再現したんだ？あのね、実は現実世界でもう一度あの味のケーキを食べたいなって思って何度か作る練習をしたの。でもなかなか君に食べてもらう機会がなくて、それをこのアンダーワールドで作るにはどうしたらいいか考えて分量を調整してみたんだ。うまくいったみたいでよかったわ。ああ、めちゃくちゃ美味しいよアスナ。あの頃のアスナはツンツンしていて、俺の分までケーキを食べようとしたっけ。確かに私あの頃は生意気だったよね。だからね、今回はこのケーキでお返ししたかったの。そのあの時私が食べちゃった分をね。ほら、あの時は私がケーキを4分の3ぐらい食べちゃったでしょ。そうだったっけ。うん、すごく美味しいケーキだったのに。だからこれは君が全部食べてくれていいよ。はい、アスナ、あーんしてくれ。え、どうして？あ、いや、俺はやっぱりこのケーキはアスナと一緒に食べたいんだ。あの時のアスナはツンツンしてたけど可愛くて俺にとっての大切な仲間だった。今の優しいアスナも好きだけど、あの頃のアスナも俺にとっては大切な思い出なんだ。キリト君。アスナ。じゃあいただくね。あーん。美味しいだろアスナ。相変わらずバカっぷる。目に毒とはこのことね。ふん、まったく。勝ち目がありません。諦めちゃダメよシリカ、次はあんたの番じゃない。はい、よし、それじゃ次はシリカね。なあ、わかった。シリカのはこのハート型、あ、いや心の形のクッキーかな。あ、はい、このハート、あ、いえ、心の形に私の思いを込めて作りました。そうなのか、よくできてるな。じゃあいただきます。あ、うまい。本当ですか？嬉しいです。心の形に私の思いを込めて作ったので。ああ、本当にいい味だよ。そうですね、心の形に私の思いを込めたので。ん、ああ、シリカの真心が伝わってくるような美味しさだよ。サクサクしてバターの香りが効いてるし。
私の思い届きませんでした。その元気出しなさいよ。じゃあ次は私ね。私のはこれよ、キリト。おう、どら焼きか。そうなの、2年もこの世界にいると和菓子が恋しくなるかなと思って。確かになんか懐かしいな。あ、うん、あ、うまいな。ちゃんと和菓子っぽい味がする。小豆に似た味だっていう豆を湯がいてあんこにしたのよ。おお、それは名案だな。みんな洋菓子だろうし、ここは変化球で行こうと思ってね。変化球か、なんだかリズらしいな。そうでしょ、食べ慣れたものとは違う味を食べてみるっていうのもたまにはいいと思うのよ。あ、そうだな、美味しいよ。そうでしょ、やっぱりたまには変わったものを食べてみるのもいいでしょ。リズは一体何を言おうとしているのかな。リズベットの意見には一理あります。え、味方増えた。次は私だね、お兄ちゃん。はい、どうぞ。うわ、この匂いはホットケーキ。うん、そうだよ、この蜂蜜をかけて食べてね。美味しそうだ。あ、うん、美味しい。なんか懐かしいな。よく二人で家にいるとき一緒に作って食べたりしたでしょ。ああ、思い出すな。すぐは作るの上手だったよな。お兄ちゃんもよく手伝ってくれたじゃない。なんだか久しぶりに食べるからか家を思い出してホッとしたよ。そう、それならよかった。リアルに帰ったらまた一緒に作ろうね。なんだか穏やかですね。家族愛の方向に持っていかれたらどうにもできないのよね。ちゃちゃの入れようがないし、ただのほっこりする話になっちゃう。確かに、実際にご家族ですしね。よし、次はシノンよ。私はこれよ。この香り、チーズケーキか。そうよ、食べてみて。うん、ああ、うまい。すっきりした味だ。バザーじゃなくて事前市場に出すわけだし、食べやすい方がいいかと思って。確かにそれは一理あるな。あ、そういえばこれ前にオリジンで食べたケーキの味に似てないか。ええ、なんだか意識してないのに似ちゃったの。あの時もあんたが私を心配して喫茶店に誘ってくれたのよね。ああ、確かそうだったな。あの時誰かにつけられてる気がして、いつもと様子の違う私にあんたは気づいてくれた。オリジンでも GGO でも結局新川君のことではキリトにいろいろ助けてもらっちゃったわよね。まったく、なんであんたっていつもちょっとおせっかいで人の変化に敏感なのかしら。シノンの変化には当然気づくよ。だって大切な仲間だからな。困ってることがあったらいつでも助けたいって思うからさ。おせっかいだけど、あの時あんたがおごってくれたケーキは美味しかったわ。はあ、これはアリスのか。これは一体何だろう。円盤みたいな形をしているけど柔らかそうでバターの匂いがする。ええ、そうです、バターのいい匂いがするな。お前、不定型だからといって無理に匂いの話に持っていきましたね。そんなことない。ちなみにこれは何のお菓子なんだ。バターケーキです。私は料理ならば幾度か作ったことがあります。しかし騎士の生活の中で菓子など作る機会はなく、分量はきっちりと測りました。作り方も間違えていないはず。
そして気づけばなぜかこのような形になっていました。あ、いや、個性的でいいと思うぞ。無理に褒めようとしないでください。なんなら食べなくても良いですし。食べるよ、せっかく作ってくれたんだから。キリト、あ、うん、ああ、バターの香りが香ばしくて口当たりもいい。なんだか現実世界で食べるマドレーヌに似ているな。うん、味は美味しいぞ。よかった。ですがお前、形は悪いと遠回しに言っていますか？いや、言ってないぞ、うん、食べてくれてありがとう、キリト。さてと、それじゃキリトにどのお菓子を選ぶか決めてもらいましょうか。緊張の一瞬です。まあそんなに緊張しなくても。事前市場に出したらいいと思ったのは、アスナのショートケーキかな。本当？なあ、すごくうまかったし、あのケーキにまつわる SAO 時代のいわれを思い出したんだ。ケーキにまつわるいわれ？幸運のバフがついているって話だよ。多分今アンダーワールドの人々はみんなこれから先に不安を感じていると思うんだ。そんな人たちにみんなで作った幸運を分け合えたらいいのかなって思ってさ。でもあのケーキじゃ幸運の効果が出ないよ。分かってるけど、俺はアスナの作ってくれたケーキが美味しくて本当に幸せな気持ちになったんだ。だからこのケーキだと他のみんなも幸運が得られるような気がしてさ。そうかな、嬉しいな。幸運か、そういう理由で来るとはね。認めざるを得ませんね。第一、キリトさんの選択ですし。確かにやっぱりかなわないな、アスナさんには。今回ばかりは負けを認めるしかないでしょう。ま、お幸せにってとこかしら。シリカのクッキーかな。あ、本当ですか？私選ばれちゃった。あ、シリカが一生懸命作ってくれたっていう思いが伝わってきたし、美味しかった。それに事前市場だし、クッキーだと食べやすいかなと思ってさ。よし、シリカは食べに来てくれる人のことを考えてあのお菓子にしたんだろ。シリカの思いちゃんと伝わったぜ。ちょっと別の方向に伝わったみたいですが、よかったです。ありがとうございます。よかったね、シリカちゃん。いいのかしら。いいんじゃない、キリトには無理よ。シリカちゃん、一緒に頑張ろう。鈍感というものがいかほど罪なのかということを思い知ります。リズベットのどら焼きかな。ああ、味も美味しかったし懐かしかった。それにせっかくの事前市場だし、2つの世界の異文化交流ができればいいなと思ってさ。実はそこ狙ったのよね。そうだったのか。やっぱりせっかく催しをするんだもん、何か一味違うコンセプトが必要でしょ。へえ、そういうのってやっぱり商売人をやってきたリズらしいな。そうでしょ。でもそれだけじゃなくて、あんたに喜んでほしくて頑張ったの。そうなのか。うん、私はあんたを飽きさせないわよ。
キリト。ほう、なかなかやりますね。やっぱりお店をやってた人にはかなわないか。しかも最後は話を望む方向に持って行って終わりました。リーズ、リーファのお菓子がいいと思うな。わあ、本当？嬉しいな。ありがとう、お兄ちゃん。あれを食べた時、素朴ですごく懐かしくてさ、家にいた時のことを思い出したんだ。何よりやっぱりああいう家庭的な味って親しみやすいと思うんだよな。対策本部に親しみを持ってもらうっていう目的だし、それにはリーファのお菓子がいいと思ったんだ。なるほどね。作ってみてよかった。それじゃあ親しみやすい家庭の味、目いっぱいいろんな人に届けようね。ああ、家族愛にはかなわないわね。はい、圧倒的なものを感じました。やっぱり二人は仲良し兄弟だからね。なんだか見ていて和んだわ。家族というものはやはりあのように温かいものなのでしょうか。やっぱりシノンのチーズケーキがいいと思ったかな。私の？意外だわ。なんでだ？だって一番普通というか素朴じゃない？素朴は素朴だけど、それがいいと思ったんだ。事前市場には多分いろんな層の人たちが来る。貴族だけじゃなく平民も。都会の味付けって派手なものが多いから、友情とか慣れるまで時間がかかったらしいんだ。魔獣が出る地域に出向くような仕事をしている人は軍人を除いて大体が平民出身だ。だから素朴で食べやすい味だと、そういう人が親しみやすく感じてくれるんじゃないかと思ってさ。なるほどね。それじゃあ作ってみてよかったわ。あ、シノン、さすがの腕前だったぜ。それにしてもあんたに選ばれるのってなんだかいいものね。な、そうか。ええ、選ばれたのはあくまでも私のお菓子だけど、ちょっと嬉しかったわ。あ、そう、それはよかった。負けちゃったな。シノノンのケーキ確かに美味しそうだったものね。さらっとアピールしたわね。やはり一番の作詞はシノンさんですよ。やっぱりアリスのお菓子かな。なぜです？いや、形はともかく味は美味しかったからさ。やはり形が悪いとまた言いましたね、お前。いや、本当に形は崩れてるかもしれないけど味は絶品だったんだよ。お前、このやり取りを何度繰り返す気ですか。ごめんけど本当にうまかったからさ。アリスはやっぱり料理上手なんだよな。さすがはセルカのお姉さんだ。セルカに私は到底かないません。現にこんな形になってしまいましたし。形なんてどうにでもなるじゃないか。事前市場の時はみんなで作るわけだし、大事なのは中身だって言うだろ。まったく、何か釈然としないものも感じますが、選ばれ案が決まったということであれば良いです。ただしこの菓子の見栄えを良くするための研究期間を数日いただきます。良いですね。ああ、みんな大丈夫だよな。うん、私もアリスを手伝うわ。開催予定日までまだ日はあるから。よし、それじゃ作るお菓子も決まったことだし、事前市場に向けて準備を頑張りましょうか。しかし数を作るとなると私たちだけでは人数が足りません。他の人たちにも手伝ってもらうことはできないんでしょうか。そうですね、
わかりました。他の対策本部の女性陣に声をかけてみます。男性よりも女性の方が料理に手慣れているかと思いますので。ただこの提案に乗ってくれるかどうかの問題はありますがね。ティーゼさんとロニエさんにも声をかけてみましょうよ。そうね、あの二人なら加わってくれそうだわ。俺も当日は列の整理とか手伝うよ。ありがとう、そうしてくれると助かるよ、キリト君。よし、それじゃあこれから対策本部の印象向上委員会本格始動だ。うわー、お疲れ様。バザーじゃなくて事前市場大盛況だったわね。あんなにもたくさんの人が来てくれるなんて思いませんでしたね。これで対策本部の印象は向上できたのでしょうか。確かに盛況でしたが。きっとできていると思うわ。何かあったら対策本部を頼ってくださいっていう広告も一緒に渡せたしね。ああ、疲れた。列の整理とか材料の運搬、キリト君にはいろいろ手伝ってもらっちゃったね。お疲れ様。ああ、まさかあんなにたくさんの人が来てくれるだなんて思ってなかったな。私たちもお手伝いできてとっても楽しかったです。来てくれた人もみんな喜んでくれてたよね。このような場で菓子を作るなど初めてだった。新鮮な試みだったよ。お菓子食べられてよかったよね、ネル。洗い物はしんどかったけど、ゼルはほとんど食べてばかりで働いていなかったじゃないですか。こんな任務初めて。シェータさん、果物切るのものすごく早くてびっくりしましたよ。神業でした。果物は柔らかすぎてすぐ切れちゃうけど。こういった試みに参加するなんてアリスちゃん、なかなか変わったわね。ファナティオ殿の変化に比べれば私の変化などわずかなものです。あら、そうかしら。確かに坊やと出会って変わったのはアリスちゃんだけではないけどね。あ、そうだ、聞くところによると今回のお菓子は坊やが選んだのよね。ああ、俺がこの事前市場に出すためのお菓子の味見係になったんだ。いいわね、坊やに選んでもらえるなんて。呼んでくれれば私も参加したのに。あの時ファナティオ殿はご不在でしたし、お忙しそうでしたので。あのまたこういった機会を設けることはないのでしょうか。本当、定期的に開催したら面白そうですよね。美味しいお菓子が食べられるならまたやりたいな。今度は作る係がしたいです。そうね、また開催するとすれば今度は違うお菓子を作ってみてもいいと思わない？それは確かに、出すものが変わるというのも人々が喜んでくれるかもしれませんね。でしょ、今後のために今度は私たちでお菓子を作ってみない？それでまた坊やに味見してもらえばいいわ。坊やの舌はこの事前市場を成功に導いた舌だもの。いや、そんなご大層なものじゃないって。勝手に話進んでるけど俺が味見するのかよ。キリト、頑張って。楽しみだな。母よりいつか婿をもてなせるよう料理の心得を身につけろと言われ励んできたのだ。今こそがその腕を生かす時だろう。ソルティリーナ先輩、今こそって何ですか？あの私も参加したいです。先輩に食べてもらえるなら。ねえよ、それじゃあ私たちもやろっか。やりたいです、面白そうなので。ジェル、
ところでしびれ薬は持っていますか？あったあった。おい、一体何に使う気なんだ？どうせなら食べててドキドキするものの方がいいでしょ？そんなドキドキは求めてない。安心してください、キリトが食べる分以外には使えませんから。安心できない。私もやってみていいかしら？姉様もここにいるし、どうしても姉様に食べてほしいものがあるの。なあ、もちろんだよ、セルカ。それじゃあみんなで坊やの胃袋をつかみましょう。ファナティオ殿、目的が変わっているではないですか。キリトに食べさせるのが楽しみだ。なんだかわからないけど、私もやるの？うん、一緒にやりましょうよ、シェータ様。わかった。それでは私は失礼します。え、メディナ殿は参加されないんですか？悪いが、女子たちが総動員してキリトに菓子を食べさせるというこの奇妙な企画の意義が見出せないのでな。この企画の趣旨と前提自体を鋭く批判してきたわね。でも事前市場の運営には参加してくれたじゃないですか。対策本部のためなので当然だ。そうだよな、メディナはこういうの興味ないよな。引き止めないのか？いや、無理強いするのはおかしいだろ。大地、俺が望んでいるわけじゃ。あ、もしかしてメディナもやりたいの？そんなことは全く思っていない。みんな、メディナもやりたいって。やめてくれ、恥ずかしい。何が恥ずかしいの？屈辱だ。なぜ私がキリトのために菓子など作らねばならないのか。メディナ、こういった企画に参加することも大切だぞ。何より玉の息抜きになる。ソルティリーナ先輩がそうおっしゃるなら。やっぱりリーナ先輩の言うことなら聞くんだな。仕方がない、お前に菓子を作ってやるとするか。これは対策本部のためであり、お前のためではないからな。分かってるって。なんだか参加する人がどんどん増えていきますね。キリト君の味覚をみんなが信頼しているからかな。頼られているというか、遊ばれているというか。それじゃあ坊や、みんなできたみたいよ。お、ノア。まずは私のお菓子から食べてもらおうかしら。おお、果物が入ったケーキだな。いい匂いがしている。あ、どう？ああ、美味しい。あ、もしかしてこの味、お酒が入っているのか？ええ、よく気づいたわね。これは果実酒を風味付けに使っているのよ。ああ、その風味も効いてて美味しいよ。なんだか大人の味だ。そうでしょ、大人の味を知ってもらうのもいいんじゃないかしら。大人の味か。確かに普段こういったケーキは食べないかもしれないな。あら坊や、食べかすが唇についているわ。え、なあ。ほら、取ってあげる。え、ちょっとダメです。食べかすを取るぐらいいいじゃない。唇に触れるのはちょっと。
先ほどから気になっていましたが、酒入りの菓子だと子供は食べられないのではないでしょうか。大丈夫よ、これはれっきとした調理用。風味だけで加熱すれば酒精は飛ぶようになっているわ。へえ、なるほど。それなら大丈夫か。まあ坊やは一度思い切り酔わせてみたいところだけどね。大人の顔した坊やと話してみたいわ。その前にまずファナティオ殿が大人になってください。もう私は坊やをからかっているだけなのに。からかっているだけならなおさらたちが悪いです。次は私です。ああ、ロニーも作ってくれたんだな。はい、これどうぞ。この匂い、もしかしてハチミツパイか。はい、先輩と食べた思い出の味なので羽地家庭のを真似して作ってみました。あの味には届かないかもしれませんが。うまい。さすがロニエだ。羽地家庭に全然負けてない。むしろこんなうまいハチミツパイは初めてかもしれない。本当ですか。嬉しいです。うん、ロニエの成長を嬉しく思うぞ。やった、先輩がよく買ってきてくれたハチミツパイ大好きでした。なのでこれを作ったんです。ハチミツパイを食べたら幸せな気持ちになります。だから他の人にも幸せを味わってほしくて。そうだな、俺もこの匂いを嗅いだら4人で一緒にいたことを思い出すよ。はい、私にとって何よりも大切な時間ですから。あ、ごめんなさい長々と。次、ティーゼかな。それじゃあ、私のも食べてください、キリト先輩。お、ティーゼのもパイか。なんか香ばしい匂いだな。中身は食べてからのお楽しみです。ああ、うまい。あ、もしかして中にトロトロした肉が入ってる。はい、これはお肉入りのパイです。今日事前市場に来た人を見ていると、普段は肉体労働をされている方が多くいらっしゃいました。お菓子もいいですけど、お肉は体の栄養になりますし、働いてる人の力になるものが作れたらいいなって思ったんです。なるほど、ティーゼは働いている人のことを考えてこれを作ったんだな。ええ、おいしいものを食べると心が豊かになって仕事を頑張れるんだってユージオ先輩から聞いたので。ユージオから。はい、ユージオ先輩は木こりをしている時、お仕事の休み時間に毎日硬くて冷たいパンを食べておられたと聞きました。その頃は食事をしても楽しくなくて、食べても元気が出ないし、いつも心が縮こまるみたいだったって。でもキリト先輩と出会ってからは先輩に付き合って一緒に美味しいものを食べるようになった。その時から体に力をつけるためにも栄養のある食事は大切だと分かったと言っておられたんです。美味しいものを誰かと一緒に食べたら力も湧くし心が豊かになるからって。ユージオはそんなことを言っていたのか。はい、なので私はお菓子じゃないかもしれないですけどこれを作りました。なるほどな、ティーゼの思いやりが伝わってくるよ。私はこれよキリト。それから姉様見てくれる？私もですか。ええ、これはパイ。ああ、よく俺が教会にいるとき作ってくれたパイか。
食べて欲しかったの。私がもらっても良いのですか、セルカ。もちろんよ、姉様に食べて欲しかったんだから。これはね、母様が私たち姉妹に教えてくれたパイなのよ。姉様と一緒に作る練習をしたの、今も覚えてるわ。そうなのですか。この匂い、とても懐かしいです。何も覚えていないのに、なぜか心の中が温かくなる。は、美味しいです、セルカ。とても優しく懐かしい味です。よかった。これを作るたび姉様のことを思い出していたの。不思議です、食べたことがないのに、まるで昔誰かと草原に座って食べたような心地がします。記憶はなくてもアリスは感覚でセルカのことを覚えてた。だからそのパイも懐かしいのかもしれないぜ。今じゃセルカの方が料理上手だけどな。アリスが作ったあのケーキは最初…お前、あのことをセルカに言うのは許しませんよ。もうキリト、姉様をあまり困らせちゃダメよ。キリト、私の作った菓子も食べてくれるか。はい、いただきます。それにしてもすごく綺麗なタルトですね。バラの花みたいな形になっている。まずは食べてみてくれ。大事なのは味がどうかであるからな。あ、はい。あ、おいしい。果物の甘みとクリームの甘みが混ざり合って、とても繊細な味わいです。喜んでもらえてよかった。この菓子は我が家に代々伝わるものでな、セルルトの女は必ず自分の婿となる男にこの菓子を振る舞うのだ。婿？リーナさん、そんな貴重なお菓子を事前市場に出しちゃうなんてダメですよ。ああ、それもそうか。では事前市場に出すというのは棄権させてもらおう。キリトには食べてもらえたことだし満足だ。お前が食べたいと言えばまたいつでも作ってやろう。リーナさん！あふふ。私はこれ。これは果物の飾り切り？すごいな、一つ一つ花の形になってる。あ、こっちは動物の形だ。すごい。これはリルの実という果物。外側はとても硬いけど実は甘くて柔らかい。切り出したら止まらなくてたくさん切っていた。それでこんなにもたくさん？なんか食べるのがもったいないな。でも食べないと天命がなくなる。確かに。じゃあいただきます。うまいよシェーダー。素材の味だけど。いや、それでもシェーダーが飾り切りに込めた思いが詰まってるからか美味しく感じるよ。それならよかった。でもやっぱり果物は柔らかすぎる。本当はもっと硬いものを切りたい。そうか。そんな硬い食材を見つけるのはちょっと難しそうだけどな。次は私たちね。はい、どうぞ召し上がれ。しびれ薬入ってないよな。そんなことするわけありません。疑うなんてひどいですね。そうだよ、傷ついちゃう。いや、さっきめちゃくちゃ入れる気だったじゃないか。まあ信じよう。
仮に盛られたとしてもちょっと動けなくなるぐらいだし。カップケーキみたいなお菓子だ。一つ一つ色が違っている。なあ二人とも、なんだかすごい色のお菓子が何個かあるんだけど、あの真っ青なやつとか緑とか。好きな色のを食べてください。ああそれじゃあ、この一番普通な色のお菓子をもらおう。あだっ、すっぱ、何入ってるんだこれ。キリリの実ってやつだよ。売れても酸っぱいの。びっくりしました。だ、当たり前だ。飲み込んでも口の中が酸っぱい。残念ね、キリト。他の色のを選んでおけば酸っぱくなかったのに。この一番無難な色のケーキに入れるのは悪意がありすぎるだろう。そういうものこそ怪しいと疑うべきなのでは。あの時は私たちの嘘を見抜いたのに、今は抜かりましたね。ロシアンケーキか。こんなことをするなんて、やっぱりこの二人は策士だ。二人はいたずらっ子だね。別の方向でドキドキさせてくるわ。最後はメディナちゃんだね。メディナ、なんだその手に持ってるでっかい円形のものは。召し上がれ。ああだ。すごい、キリトさんのお顔ぐらいある。こんな大きなパン作れるんですね。でも美味しそうね。いい匂いだし。これ何なの？これは発酵せずに焼くことのできるパンだ。工程が簡略化されているがゆえに、野営の時などに役立つ。ほほう、それは便利だな。中には何が入っているんだ？野菜などの具です。野菜も一緒に加熱することができて、栄養価を補給できるので一石二鳥ですよ。発酵なしでふわふわになるなんていいわね。私も一回作ってみようかな。料理上手なアスナにそう言ってもらえるなんて嬉しいよ。どうしたのですか、キリト。まるで元老長のような喋り方ですよ。いや、状況を見たらわかるだろう。まったく、あんなに一気に口に詰め込まれると喋れないだろう。ああ、すまない。お前の一口は大きいものだと思い込んでいた。謝っているようで全然謝ってないよな。まあともかく、これでみんなのを食べたかな、お兄ちゃん。発表の時間かしら。それじゃあ俺が次の事前市場で出したいと思ったお菓子は。ファナティオのケーキかな。あら坊や、私のお菓子を選んでくれたのね。ああ、ファナティオのケーキ本当に美味しかったからさ。坊やも大人の魅力に気づいたってことかしら。ああ、大人っぽい味のお菓子もいいよな。子供が食べても大丈夫みたいだし。嬉しいわ坊や。それじゃあ私がまた大人の付き合いをいろいろ教えてあげるわね。その必要はありません。そうです、キリト君はまだまだお子様なので。そんな子供でも食べられるファナティオのお菓子に一票って感じだな。なんとかごまかせたか。子供な坊やでもいいのよ。からかいがいがあって楽しいわ。楽しいのはファナティオ殿だけなのでやめてください。
ロニエの蜂蜜パイかな。本当ですか。嬉しいです。ああ、やっぱり蜂蜜パイは万人受けする味だし、匂いだけで幸せになれるお菓子だよな。みんなに振る舞ったら喜んでもらえると思うよ。選んでいただいてありがとうございます。でもちょっとだけみんなに振る舞うのが惜しいような気もしてきちゃいました。なんでだ。だって蜂蜜パイは先輩たちとの大事な思い出ですから、私たちの時間を表しているもののような気もするんです。ごめんなさい、わがまま言っちゃって。たとえみんなに振る舞っても思い出が変わるわけじゃないし大丈夫だよ。そうですかね。ああ、そう思うぜ。わかりました。それじゃあいろんな方にも食べてもらいましょう。ティーゼのお菓子かな。私ですか。嬉しい。いろんな層の人に栄養のあるものを食べてもらいたいっていうのがすごくいいと思ったんだ。それにこの味かなり美味しいし、ユージオも多分好きだって言うと思うぜ。そうですかね。だったらいいな。あ、またみんなで野遊びに行った時にもこれを食べたいなって思った。じゃあ次の事前市場の前に4人でまた野遊びに行きましょう。これをお弁当に作っていきます。本当か。楽しみにしているよ。セルカのパイかな。私嬉しいな。姉様に食べてもらえるだけでよかったけど、こうして選んでもらえるなんて。ああ、なんだか俺もあのパイを食べたら気持ちが温かくなった。素朴な味もいい感じだし、きっといろんな人に喜んでもらえると思うぞ。そうかしら。だったら嬉しいわ。リーナ先輩のタルトかな。キリト君、リーナ先輩は棄権するって。そうだ、貴重なお菓子だから出品はできない。でも一番美味しかったから選ばずにいられなかったんだ。事前市場に出すお菓子は他に決める。それでどうかな。特別報奨といったところですか。私を選んでくれたとは光栄だな、キリト。ねえ、すごく美味しかったので、婿に振る舞うような貴重なお菓子なのに、俺に食べさせてくれてありがとうございます。まったく、どこまでも鈍いな、お前は。呆れてしまう。まあいい、今はひとまず選んでもらったことにだけ満足するとしよう。シェータの果物飾り切りかな。確かに見事な技だったよね。私が選ばれたの。ああ、あの飾り切りを見たら子供が喜びそうだなと思って。そう。もしまた事前市場があったらやってくれるか、飾り切り。わかった、やる。切るのは楽しいから。ありがとうシェータ。リネルとフィゼルのケーキかな。あ、やりましたね。え、私たち？一体どこが良かったのよ。あの酸っぱい実さえなければ
ケーキは美味しいし、コロコロしてて小さくて食べやすいと思ったんだ。ただあの酸っぱい実さえなければの話だけど。あれがないとつまんないよ。いや俺はともかく、市民にあんなことしたら絶対ダメだ。だから次があればあのお菓子に酸っぱい実を入れないで作ったらいいと思う。なるほど。ではキリトに振る舞うときはどれかにキリリの実を仕込んでおいて構わないということですね。いや、そうとも言っていないぞ。わかった。じゃあそうする。今度は違う色のケーキに仕込むので覚悟しておいてください。で、話を聞いてくれ。メディナの作ってくれたパンかな。すぐ作れるっていうのがいいなって思った。ほら、事前市場を今回やって思ったんだけど、やっぱり回転をいかに早くするかが大切だからさ。なるほど。それで？それでって？味。ああ、味もうまかったぜ。どこ食べても具がいっぱい詰まってて、なんかメディナの心がこもってるなって思った。ふん。もしお前がまた食べたかったら。ん？なんだよ。別になんでもない。対策本部の力になれるのならば何よりだ。なんでさっきの5倍ぐらい声大きくなってるんだよ。うるさい。ともかく片付ける。いいな、片付ける。2回も片付けるって言わなくても。まあ、もうムカつく。それじゃあ次に事前市場を開催するときに作るものは決まったわね。今回も見応えのある戦いでした。キリトが味覚じゃない何かを試されている感じがあったわね。まあこれでともかく対策本部のイメージ、じゃなくて印象向上には成功したんじゃないか。そうですね。前より市民との距離も縮まったような気がします。あれ、シリカちゃんがいないわ。どこ行ったのかしら。さっきまでここにいたのに。あの、この子とお知り合いの方っていませんよね。なんだか外に立っていてここに用がありそうだったので。子供？迷子ですか？あ、君、この前の。こんにちは。こんにちは。かわいいお客さんね。どうしたの？お姉ちゃん。私？この前はごめんなさい。お姉ちゃんが声をかけてくれたのに逃げ出したりして。いいよいいよ、大丈夫。今日の事前市場には来てくれた？うん、お菓子すっごく美味しかった。あのね、それでお姉ちゃんたちが怖い人じゃないって分かったから言おうと思って。どうしたんだよ。そんなにうつむいてちゃ声が聞こえないぜ。分かった。急に私の影に隠れてどうしたの？暗黒騎士、やっぱりここにいたんだ。暗黒騎士？僕見たんだ。森でその暗黒騎士が真っ黒な剣で青い服着た男の人と戦ってるところ。剣がものすごく速く動いてた。あんな動きをできる人間なんていないよ。もしかして俺が完全武装支配術の練習をユージオと一緒にやっていたのを見たのか。しかも黒ずくめの服を着ている。だから暗黒騎士と思ったと。でもそのままにしちゃいけないって思って後を追っていったら、
ここにたどり着いて暗黒騎士がこの天幕の中に入っていくのを見ちゃったんだ。でも怖くて言えなくて逃げちゃった。もしかして私が声かけた時逃げたのってその時？うん、暗黒騎士が怖かったから。いや、俺は人間だぞ。暗黒騎士じゃない。そうだよ、お兄ちゃんは人間だよ。私はこの人の妹なんだよ。そうなの？確かにキリト君が戦っているところを初めて見たら早すぎて驚くかもしれないけど、暗黒騎士なんかじゃないわ。本当？安心してください、紛れもなく人間です。まあ人間離れした部分もありますが。よかった、暗黒騎士じゃないんだね。違うぞ。まさか俺のせいだったなんて。でも対策本部が怖がられてたわけじゃなくてよかったよ。こういった珍しい機会も設けて市民との関わりもできたことだしね。そうですよ、この催しで対策本部の印象が向上したことには変わりありません。何はともあれ先輩のおかげということですね。みんなからフォロー、いや、かばってもらうと逆に傷つくよ。それだけお前の剣が常人離れしているということです。ただ市民に見られるような場所での修練は避けた方が良いのかもしれませんね。嬉しいような嬉しくないような複雑な気持ちだ。これからはキリト君の印象を向上させなくちゃいけないみたいだね。キリト、とりあえず白い服着る？着ない。カラントの発生情報は絶え間なく届くし、一つ一つ処理していくのは至難の業だな。カラントの情報があった場所に何らかの法則性があれば効率よく討伐に回れるのかもしれないが。そうだ、さっきの会議で取った地図のメモがあるからそれを見て考えてみよう。あれ、ポケットにない。ああ、会議した天幕の中に忘れたのか。仕方ない、取りに行こう。そうなのよ、キリト君ったら。俺の名前が聞こえたぞ。何を話してるんだ。入り口にちょっと隙間が空いてるな。キリト君はね、私たちの世界では黒の剣士って呼ばれてたんです。ほう、黒の剣士ですか。そのままとは言えますが、キリトらしいですね。ともかく有名人だったわよね。 SAO 事件全記録にはたくさん登場するし。あれ嘘ばっかりだってキリト君よく恥ずかしそうに言ってるけどね。あの本みたいにカッコつけてないって言うけど、私はそれなりに忠実に再現されてると思うのよね。本人に言ったらまた顔真っ赤にしちゃうよ。まずいな、出ていくのが気まずい。というかちょっと恥ずかしい。黒の剣士以外にもお兄ちゃんはいろんな名前で呼ばれてたよね。うん、ビーターなんて呼ばれてることもあった。あ、こっちの言葉でちょっとずるい人って意味かな。先輩がずるい？そんなの想像できないです。妬みというものだろう。キリトは人からそういった感情も受けやすいからな。なるほど、それで黒の剣士様は一体どんなことを成し遂げたの？私たちそれを聞きたくてしょうがないのよ。
ファナティオ殿までなぜ。私はあくまでも剣士としての坊やを知りたいだけ。タイはないわよ。どうだか。はい。私もキリト先輩のことをもっと知りたくてここへ集まりました。まあ私はどうでもいいけど、ネルが聞きたいって言うからさ。聞きたくてしょうがないと言って無理やり私まで連れてきたのはジェルでしょ。ちょっと違うってば。なんだこれは。そういう趣旨の集まりなのか。なおさら気まずい。とてもじゃないけど出ていけない。わかったわ。それじゃあ浮遊城アインクラッドの話をするわね。ある時私たちは元いた土地から引き離され、アインクラッドという城に囚われてしまいました。その城から脱出するために私たちはキリト君と一緒に戦い、100層ある城の頂点を目指したんです。そして100層目にたどり着き、キリト君はその城を作った創造主と戦い、勝利を収めました。それにより6000人近い人々は救われました。めでたしめでたしってところかな。かなり中略してるけどね。そんなたくさんの人を。すごいです。あいつらしいというか、やはり期待を裏切らんな。そのアインクラッドという場所でも100層まで。あやつはやはり予想を超える行動をするからの。まあわしはキリトと同じぐらいその浮遊城の創造主とやらには興味があるがな。ところでキリトはあの二刀流でその創造主なるものに勝利したのですか。ええ、そうよ。ほう。アリスちゃん、正直に言いなさいよ。私もその戦いを見てみたかったものですって。そんなこと思っておりません。そうよ、素直に言っちゃえ。言っちゃえ言っちゃえ。やめてください。私はただ初めてキリトが日本剣を背負った姿を見たとき、妙に様になると思いました。その勘が当たったことに改めて驚いただけです。やっぱりアリスさんは鋭いわね。よし、そろそろ出て行こうか。話が途切れたし、偶然を装って。それにしてもキリトはどこでも女の子を引っ掛けてくるわよね。え？ほう、それは興味深い。確かにキリトにはその節があるようですからね。今ここにはいないけど、ストレアやフィリア、それからプレミアに、セブンちゃんにレインさんもじゃないですか。え、セブンちゃんにレインさんも。私そこノーマーク。いえ、気づいてませんでしたよ。先輩を好きな人がそんなにいっぱい。ここだけでもいっぱいなのに。確かに、あやつは行く先々で美しい女子に鼻の下を伸ばしておったからも。まったくしょうがないやつね。誤解だ。俺は何も。あらあら、坊やって本当に女心をかき乱すのね。罪な男というか、なんというか。そんなにたくさんいるなんて、勝ち目がなく思います。いかなる不利な状況であろうと、勝負は勝てないと思った瞬間に終わってしまう。つまり諦めずに挑むことが大切だ。これはキリトが教えてくれたことだぞ。確かにそんなことを言ったけど、それは剣の話です。ここで応用しないでください、先輩。まあ私はキリト君とは長い付き合いなので慣れていますけどね。以前から気になっていましたが、その長い付き合いとは具体的に言うとどれほどのものなのです。
相棒として戦ったのが2年間、その後お付き合いが1年半、2週間一緒に暮らしたこともあるわ。なるほど、確かにその歳月の長さは認めましょう。リアルワールドではお前たちは深い関係だったようですね。しかしこの世界ではキリトは誰とも婚姻していません。つまりいかにその歳月が長かろうと関係ないのです。誰しもが平等にキリトを見つめる権利があるということではないでしょうか。ちょっとそれはおかしいんじゃないかな。私とキリト君は恋人同士なんだよ。アスナ、顔は笑っているけど声は笑ってない。まずいな、このままだと言い争いが起こってしまう。当事者として止めないと。よし、何も知らないふりをして入っていこう。よーみんな、ちょっと忘れ物して取りに来たんだ。キリト君、お前突然入ってくるなど無粋ですよ。ごめん、話の途中だったか。みんな何話してたんだ。リアルワールドの話よね、みんな。そうなんです。リアルワールドってどんなところなのか気になっちゃって。そう、2つの世界の違いについて話してたんだよね、フィゼルちゃん、リネルちゃん。そうだぞ、なぜ急に触ったんだ、フィゼル。リーファちゃんたちがいた世界ってこの世界だと食べ物が違うんじゃないかって話してたんだ。はい、こんな大きい胸の人は見たことがないので、同じ食生活をしているとは考えられませんでした。そして結託して嘘をつくのか。なんて子供なんだ。人の胸部に触るなど不遜極まりありません。リーファも嫌がっているでしょう。やめなさい。アリス様も羨ましいって言ってたじゃない。第一、そんな話はしていない。 いえ、私はそんなことを言った覚えはありません。話してあげなさい。はーい。とりあえず2つの世界の違いについて話してたの。すまないリーファ、俺のせいでお前を恥ずかしめに合わせてしまった。そうなのか。でも正直2つの世界に違いなんてないよな。小さな違いがあっても根本は同じだ。現にこうして話せばお互いのことを分かり合えるだろ。確かにそうだね。話すことでみんなのことを知って仲良くなれるものね。それには一理あります。リアルワールドの話というのは興味深く勉強になりますし、それぞれの世界で誰もが懸命に生きているという点に関しては変わりがない。よし、これで話は収まりそうだ。さあ、忘れ物を回収して立ち去ろう。そうじゃな、二つの世界に大差はない。キリト、お主はどちらの世界でも同じように女子の心をかき乱しておるからな。カーディナルさん、わしは気づいておったぞ。あぬし、実は先ほどから天幕の隙間からこちらの様子を見ておったじゃろう。お前密かに盗み聞きしていたというのですか。ほほう、お前らしくないな。これも聞かれちゃった。先輩、どうして。もうキリトのエッチ、なんでだよ。お兄ちゃん、聞いてたならそう言ってよ。リーファ、本当にすまない。ちょうどいい、今お前がここにいるのならば直接聞きましょう。何をです。
お前はこれまで一体何人の女性の心をかき乱したのです。いずれ誰か一人に絞る予定はあるのでしょうか。で、そんな俺は何も。そうね、本人にかき乱している自覚はあるのか、そしてこれからどうする気かは確認する必要があるわね。いや俺は本当に何も知らないというか。キリト君。はい。私も一度キリト君がどんな風に思っているのかちょっと聞いてみたかったんだ。いやそのさあキリト、観念しなさい。面白いことになってきたわね。いや俺は全然面白くない。さあキリト君、答えが聞きたいな。俺が忘れ物をしてしまったばっかりに。